プロになろうと決意したのはどういうきっかけ、うん、タイミングなの？まあ、さっき言った通り大学入って、うん、まあ、うちに雀卓があって、うん、まあ、そこでずっと麻雀をしてる、まあ、生活なわけですよ、うんうんうん、で、まあ、メンバーで働き始めたりして、ね、うん、麻雀幼稚園とかでね、うんうんうん、あ、そうなんだ。そう、麻雀幼稚園でメンバーしてたんだけど、最初お客さんで行ってたんだけど、メンバーにならないって言われて、なりたいって言ってやったんだけど、じゃあちょっとお前しばらく修行行ってこいって言って、俺はもう神奈川に住んでるのに錦糸町まで、錦糸町でまずバイトしろと。要はこの麻雀幼稚園横浜っていうのは、まあ、僕もずっとお客さんでいたから周りの他のお客さんたちもすごい知ってるわけよ、うんうん、ね、だからそんなところだとなんか、うん、そのなんだろう、一から接客とかを学べないとかで、うん、まず錦糸町行って、うん、ゼロから周りの人を知らないところでちゃんと接客のいろはとかその学んでこいみたいな感じで。系列店なの？そう、麻雀チェーンは錦糸町に1号店があって、うん、2号店が横浜だったんだよ。そうそうそう、もうずっと錦糸町行ってメンバーの修行みたいなのして、うん、でしばらく経ってから横浜でね、うん、働いたりとかしてたんだけど、結局横浜で働いてた時ですと、うん、でそろそろ就活をせなあかんなと思って、うんうん、でエントリーシートとか書くわけですよ。書くんだけど、まあ、ご存知の通り大学時代麻雀しかしてないわけよね。そうね。じゃあこんだけ大学時代に頑張ってきた麻雀を正当化しようと、麻雀を極めようとすごい頑張って、麻雀のプロテストにも合格し、麻雀のプロとして活動しておりますって言ったら、すごいちゃんと頑張った感が出るじゃん。要は麻雀で楽しく大学生活遊んでましたじゃなくて、麻雀の道をしっかり極めようとしてたんです。そう書きたかったから。そう書きたかったんです。だからプロになったんです。不純でしょ。だから、まあ、団体どこでもよくて、うんうん、一番受験日が近いところを選んだら最高生だ。ただそれだけ。もうで、受かった。で、受かった。まあ、それ、麻雀幼稚園でも働いててね、うん、プロ試験に受けて、麻雀幼稚園にプロになったんですって言ったら、こらって言われて、あの、まあ、今でこそ麻雀店にプロがいる店ってたくさんあるんだけど、うん、麻雀幼稚園はもうプロ一人もいなかった、うん、で、まあ、幼稚園って名前からして、やっぱコンセプトは、うん、その、まあ、幼稚園みたいにさ、みんな楽しくほんわか明るく、ね、ギスギスしないその遊び場みたいな感じで、はい、そこで男子プロですドヤみたいな、ピシピシとか、そんなのコンセプト合ってないわけよ、ね、しかもだからやっぱそのマジャンチェーンのギャルジャンだから、あのメンバー女の子だけど男は黒子なわけよ。男はあの裏でまあたく回しとか、まあ、洗い物したりとか、まあ、大手に出てこない黒子っていうね立場のやつが何をプロになっとんねんと。それ今考えればそりゃそうだなと思うんだけど、確かにコンセプト違いってところですね、うん、まあ、それでまあクビになり、うん、そうしたらその後もいろいろ紹介されて、まず渋谷のお店で働き始めたんだけど、そこはやっぱりちょっとステージが違って麻雀のレベルも高いわけよね、そういう、うん、でもめちゃくちゃ楽しくなっちゃってさ、そう、強い人たちと打つのか。そう、で強い人たちと打つし、まあ、プロになっていろんな人とその麻雀の話とかもたくさんできるし、すごいレベルの高いところで麻雀を打って、日々その自分が麻雀を成長してっていうのも分かるし、うん、これはもうめちゃくちゃ楽しいなと思って、まあ、一応ね就活はまあしてはいたんだけれども、並行してその渋谷のお店で働き始めて、どうしようかなっていうのをずっと悩みつついたんだけど、結局まあ卒業する前かな、前に、いや、麻雀の店行こうって言って内定辞退して渋谷。え、親御さんは毎回高等みたいなの言うけど、5年半行ってるからね、その時点でこいつ大丈夫かみたいな感じで、その半ば諦めてる感じはあったし、まあまあお前がその道で行くんだったらまあいいよと、頑張れと。優しい、うん、いやもう結構まあ呆れたと思うんだけど、ただやるんだったら本当一生懸命頑張れよって。親でも本当ものすごい堅物で、新卒でサラリーマン入って、そっからもう同じ会社でもう定年までずっと勤め上げて、もう本当もう誠実で真面目なサラリーマン、まあ、だからちゃんとしたところ就職しろっていうの、大学もとにかく行けっていうのはずっと言われてたんだけど、本当どうしても麻雀したいんだったらしょうがない頑張れって。でそれまで反対してた親父だったんだけど、プロになるんだったら、まあ、こういう本を読んだ方がいいんじゃないかって本をプレゼントしてくれたんだよ。それが運を育てるって本なんですね。だって、うん、え、運を育てるっていう本土田幸翔。で今多分皆さん運を育てる土田幸翔と思うじゃないですか。そうじゃないです。その前にあるんですよ、米長邦夫さんです。はい、将棋界のレジェンドですね。その本は大事にしてますか？いや、大事にしてるし、あのすごいいいこともめちゃくちゃ書いてるし、あの
M リーグのファイナルでのその目なし問題とかもあったと思うんだけど、やっぱその将棋でもさ似たような話っていうのたくさんあって、将棋ってさ、まあ、麻雀みたいに30万点のトップが取れますっていう可能性とかないわけ、うんうん、勝ちか負けかだからさ、はい、もうリーグ戦の途中でもう高級決まってる人とかいるわけよね、うん、ただ対戦相手はもうリーグ昇級できるかどうかの攻め合いです、うん、みたいなとかね。でしかもその対戦相手が自分の師匠だったりとかすることもあるわけよ、うんうんうん、でそういう時に、まあ、どうしましょうかっていうので、まあ、その米長邦雄理論って言って、うん、米長邦雄さんは、うん、まあ、そういう時こそ全力を尽くすべきだと。特に将棋とかってさ、新しい戦術とかをさ使うとさ、うん、まだ研究されてないから結構効くわけよね、うん、だからそこでもう本当秘蔵の新しい戦術をやって自分の全力を尽くして戦うことこそ美しい。でその精神はいまだに将棋界でもめちゃくちゃ引き継がれている。まあ、僕はもうその、ね、運のコントロールすることっていうのは基本的にはできないと思ってるけれども、そういう勝負哲学っていうのはもう本当めちゃくちゃ美しいなって思って。土の本にはそんなこと書いてなかった。あ、書いてなかった。うん、あ、そっか、そっか。うん、まあね、そういう本を、まあ、親父はプレゼントしてくれたんですよ。すごい、お父様素敵。うん、ね、本当。最高位戦にたまたま試験日が近いからね、うん、入ったみたいな感じですけど、何、うん、これ輝いてる、うん、確かにタイトルないですよ、うんうんうん、だけどチーム戦系大体勝つんですよ。チーム戦はね、大体勝ってますね。おじまごも勝ってるし、おじまご連覇ですね。おじまご連覇してるし、あの最高位戦背負って戦ったあの、うん、駅伝でも、ペンちゃん活躍して勝ってるし、うんうんうん、赤坂ドリブンズでも勝ってるし、勝ってるし、そう、仲間いた方が強い説。そう、だからバフ系だね。バフ系雀士だね、多分ね。バフ系？バフ。バフっていうのは、そのなんかゲーム用語で、ヘイストとかさ、その強くなる、ヘイスト、アイコが強くなる魔法とかを使う。バルス強くなる魔法。バルスは全部破壊してしまうからです。あれだと全部壊れちゃうんだよ。あんな派手なやつじゃなくて、アイコをちょっと強くする魔法みたいなのがバフ。で、かけてほしい。で、相手を弱くする魔法みたいなのがデバフ。ケバフ？ケバフじゃない。デバフ。デバフ。ケバフは美味しいだけじゃないかさ。だからまあ、僕と一緒に打つと周りが強くなるかもしれないですね。そんなんないけどね。仲間を強くしていく。仲間を強くしていく。ね、ケバフ、ケバフって。うん、ケバブケバブ、もういいよ、何でも。いや、でもケンちゃん、M リーグ呼ばれた時どうでした？あーね、びっくりしたよね。 M リーグで最初に上がったの、そのだけ、うん、ね、M リーグ最初のトップ、そのだけ、すごくない？あとね、M リーグ初めに泣いたのそのだけです。あ、全部、泣いたのかっこいいのか分かんないけど、すごいじゃん、全部そのだけよ、歴史的瞬間、ね、ありがたいことですよね。これは別にケンちゃん大好きだし、麻雀の実力もすごい知ってるから、すごい尊敬はすごいあるんですけど、うん、M リーグの顔をバーって見た時に、うん、初期のね、初期のメンバーね、うんうんうん、ケンちゃん一番オーラなかったじゃん。まあオーラなかったし、多分一番今もオーラないんじゃない。いや、そんなこと、わかんないけど、わかんないけど、どうだった、ちょっとお茶をかわりちょうだい、ね、あの中どうだった、うん、あの中で、あの中、いや味わった感じだって、みんなさ、うん、開かないや、あ、はい、でみんなさ、やっぱ誰やねんって感じになるよね。お前かいみたいな感じになるよね、それね。でもそれで見せつけてやったじゃん、うん、いやだけどもっと見せつけたかったけどね。いやだけど本当良かったのは、初年度ちょこっとね勝てたからね、あれ良かったけどさ、2年目ボコボコに負けてさ、辛かった ね、 だから本当まあ30回ぐらいとか天国モード地獄モードいろいろあるっていうのみんなさ、うん、一緒にマージャン打ってる方は理解すると思う。あるんだけどさ、だけどやっぱさ、あれ入ってさ、初年度でさ、僕が最下位だったらさ、ほら見たことかってなるじゃん。無名をいきなり取って、うん、ボッコボコに負けて最下位じゃねえか、何やってんの赤坂ドリブンズってやっぱなっちゃうから、うん、ちょっと気負っちゃうところもあったの、うん、気負ってしまうところ、いやだけど気負ってしまっても麻雀そんな変わんないからね。でも、うん、普段の生活でちょっと心苦しくなったりするじゃん。あ、そうだから 2年目のボコボコに負けてる時は、うん、その辛かった、ね、苦しかったよ、それも、あの、ね、苦しかったし、やっぱ睡眠時間が足りなかったね。なんかそう、仕事もやってたから、うん、そうそうそう、うん、しかも麻雀だと寝れなくないですか。いや、そうなのよ、ねね、麻雀だとなかなか寝れない、寝れないよね、何着でも寝れなくないですか。何着でも寝れない、アドレナリン絶対出てる。そうだからやっぱいろいろね、どうだったのかとかやっぱ思い出しちゃうし、一生ループするよ ね、 ね、麻雀終わって家帰ってすぐグーって寝れる人いたら見てみたい。一回もない、うん、ね、そうだよね。だからそうするとね、うん、
やっぱり遅い時間だから次の日結局響くんですよ、うんうん、ね、そうで仕事あるじゃないですか、うん、こういう人たちみんな響くんですよ、うん、ずれてくんですよ、うん、ぐちゃぐちゃになってくんですよ、うん、また試合来るんですよ、うん、寝れないんですよ、うん、響くんですよ、ね、ループだよ ね、 ループだよね、あの時期ずっと ね、うん、ね繰り返すよね、そう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 、じゃあ来期に向けて一言お願いします。来期はどうしようかな、やっぱ、うん、優勝ですね、優勝したいですね、別にもう来期だからとかないですよ、もうやることずっと一緒、本当に日々日々ちゃんと勉強してちゃんと体調を整えて強くなるためにできることをきっちりやってっていうルーチンをちゃんとこなしてくるだけです。本当こなしてった後にたまたま結果がついてくれればいいなっていう、もう最後は祈るだけ。ファンの方に向けてでも構いませんしね、うんうん、あ、うん、ファンの方に向けて、そうそうそう、はい、ファンの方もすいませんね、本当も。なんでね、さっきからいいこと言ってんだけどな。ね、なんか物不甲斐ない、不甲斐ない感じですいません。ね、多分ドリブンズをね、好きでいてくれる方って多分麻雀だと思うんですよね。いや、別に人柄もあるよ、そうそうどっちもある。人柄もない、うんうん。そっか。だけどやっぱイケメンがいるとかいうチームでもないし、やっぱドリブンズの売り合いは麻雀でって言ったら、もうちょっと他のチームにね、ちょっと申し訳ない。こっちで言わないでよ。うちだって麻雀。ね、まあどこもね、麻雀だけど、その麻雀以外にさ、可愛いおじちゃんたちね、3人もいますけどね、ね、とりあえず麻雀以外に特に売りはないチームなんで。そんなことないよ。なんでとにかく麻雀だけはね、やっぱね、結果出さんといかんなと思ってますんで、はい、来期こそ、はい、ちょっと2回目、はい、優勝したいと思います。はい、ありがとうございます。ね、ダメなんだよね、本当こういうコメント苦手。あんなに歌、急に歌ったりするのはすごいよね。 歌うのもちょっと苦手。作曲のが普通苦手だからそして今回、うん、園田さんからプレゼントがあります。はい、せーの、じゃん、こちらです。何やねんこれは、はい、これはカッパエビセンセットですね。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、お兄ちゃん、はい、ちょっとエビの気分になりたいときにこの上下一式着ればエビになれるっていう、エビ線になれるだね。あ、エビ線になれるセットですね、うん、すごいね、はい、これ、うん、こんな派手なズボンさ、普段生活しててさ、自分で買おうと思いますか？どっかで聞いたな、こんな感じのあれどこだっけな、まあ、どっかで聞いたかもしれない、ね、匠かな、匠でも言ってるかもしらんけど、まあ思わんやん。だけどさ、みんなでちょっとはっちゃけてちょっと海行くぜみたいな時とかに、うん、こんなんさ、ちょっとさ、着てきゃさ、陽キャラだ ね、ちょっと出落ちみたいなね、笑いは取れるじゃないですか、うん、その笑いのためにこれを海に着ていく、ね、応募方法が、鈴市内の公式ツイートをフォロー、そして応募用のツイートをリツイートで完了です。なんて簡単なんでしょう。簡単ですね、はい、はい、ついでに園田健のツイッターもフォロー、YouTube の方のチャンネル登録も。あ、それはそうね。概要欄に載せとくわ。載せといて、載せといて。ピンちゃんのチャンネルフォローしてください。フォローしてください。YouTube。あれさ、毎回よくさ、いろいろ議題上げて頑張ってるよね。頑張ってるでしょ？細かいでしょ？内容が細かい。細かいでしょ？アホみたいな企画ないもんね。そうそうそう。ペヤングとか食べればいいのに。いや、麻雀プロだもん、だって。麻雀プロがペヤング食べてどうすんのよ。今度やります。あ、ペヤング食べる。まあいいよね。ペヤング美味しいよね。美味しいもんね。はい、裏でも可愛い。裏がいいか。うん、裏が可愛い。裏にするか。うん、いい素材だねこれ。いや、そうなのよ。結構ね。しっかりした素材だね。うん、悪くないと思う。何人応募来たか教えるね。あ、どうしよう。うん、応募一桁とかあったら。ウェーイ、はい、うまい、はいはい、めっちゃ綺麗に抜けました、はい、赤さん取りの園田健でーす。いいね、へいへいへい、これいいんじゃないの。おー、かわいいんじゃないの、これかわいい。ということで今回のプレゼントは健ちゃん着用済み、レアですね、はい、ありがとうございます。レアでございます、はい、今回も日向の部屋で健ちゃんのセキュララトークがたくさん聞きましたね。聞きましたね、楽しかったね、うん、はい、皆さん次回の日向の部屋でまたお会いしましょう。健ちゃん、ありがとう、バイバーイ。さよなら。最後も。